School of Lock. Girls Locks. Girls Locks.スクールオブロックの女子クラスガールズロックス4週目担当高橋ひかるです。2月生まれってパッとどういう感じの人なんだって思いつかないんですけど、独自の雰囲気持ってる人が多いなって思って、私の周りにでもなんか素敵な人が本当に多いなと思います。きっとだから2月生まれのみんなはきっと素敵な人なんだろうね。2月生まれの生徒の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な1年になりますようにお祈りしています。さあ今月最後の投稿となる今夜はこちらをお届けします。イントロミュージックロックス。ガールズロックスでオンエアしている音楽はいつも私が選んでるんですけど、曲の感想を言う時にイントロを話をしているということから始まったこの授業。イントロ好きの私が曲のイントロだけを聞いてどんな曲かを想像、そして今日オンエアする一曲を決めたいと思います。本日私がイントロを聞くのはこれからリリースされる楽曲。今から3曲のイントロが流れるので、みんなもどんな曲かな、どの曲が聴きたいかなと想像しながら一緒に聴いてください。ではまず1曲目、これはまだ続きますよ絶対まだ聴かせてくれる。はい、ほら絶対わかるわ、もうすぐ切るとこわかるんだから。でもすっごいかっこいい、なんかエレクトリックっていうのかな、なんかそのなんか弾むような感じで、なんかワクワクする感じ。もう一回聞いてみます。あ、そうだ、もう一回ちょっと一回聞いてみてもいいですか。うん、かっこいい、なんかテンション上がる。めっちゃおしゃれ、なんかね、おしゃれなお店に流れてそう。あ、なんだろうな、なんか私が想像したのはなんか夜景で、なんか割と東京のネオンというか、そういうおしゃれな街というか、ちょっとなんかでもちょっと懐かしい感じの香りもした。でも気になるなこの曲も。とにかく2曲目もとりあえず聴いてみようかな。じゃあ2曲目お願いします。早いよいつも、もうちょっとさすがに今のじゃわかんないからもう一回お願いします。もどかしいこのあのコーラスが終わった後のなんかあのなんていうの、なんかエレキじゃないですけど、なんかそういう高い弦楽器の音が聞こえてきて、すごいそれがなんか懐かしい感じというか、なんか私は沖縄とかで流れたそうな感じも聞こえたんですけど、なんか男性っぽい声もしたし、ちょっと女性っぽい声も聞こえたし、どんな曲なんだろう。とりあえずじゃあ3曲目も聴いてみて考えてみよう。お願いします3曲目。あ、待って、かっこいい、かっこいい、かっこいいけど短いんじゃちょっともう一回本当にお願いします。
んかね、私ダンスやったんですけど、そのダンスのアイソレーションとか、なんかそういう体の柔軟とかやるときとかに流れてそうな曲。なんかええええなんて言えばいいの、なんか、ちょっと民族っぽい感じというか、独特な感じでしたよね。じゃあ、よし。決めました。ここはやっぱフィーリングでしょ。イントロミュージックロックス。私が聞きたいのは、一曲目に聞いた、この曲です。そうそう、これ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 。素敵な声、ステレオタイプかっこいい。モノクロにしてかけるかどうかは求められてない。書きたいかどうかだどうかだ。学校の成績が低かったとか、どうでもいいことを言い訳にしないで、表現の先にある君を怖がらないで見せてよ。日々のその真ん中に違和感を残して離れない。ペン先を空で踊らせてさ、君だけの名画を浮かべたら、生まれたての感情をリンクに思いついたまま線を引くよ。 Try to draw it.出ているのはラッキーキリマンジャロさんの3月4日リリースのアルバムからドローイング。めちゃくちゃかっこいい。そして歌声が素敵で、手ありで拍手したい。このフェスとかなんかイベントとかでみんなと盛り上がりたいような曲だなって思ったし、なんかこの曲が流れて会場の空気が一体感が生まれるのが想像できるぐらい楽しそうな曲、いいですね。ちなみに本日イントロで紹介した楽曲を紹介させていただきたいんですけど、じゃあ2曲目にかけていただいた曲をお願いします。千個分ものを取り書き込んだ、やりたいの先でなりたい自分。2曲目、スミカさんの3月4日リリースの EP から センス・オブ・ワンダー。こんな曲だったんですね。スミカさんだったんだ。素敵。このね、優しい歌声ですよね。かっこいいな。では次、3曲目のイントロをもう一度お願いします。3曲目はシラップさんの3月25日リリースのミニアルバムから Why Can't でした。めちゃくちゃかっこいい。やばい。シラップさんのループがすごい好きでめっちゃ聴いてたんで、新曲がまたかっこいいなんてずるいですよ。素敵です。あ、かっこいい。もうかっこいいしか言えないもん。語彙力、ボキャブラリー勉強します。皆さんもぜひ気になる曲あったと思うんで、ぜひ最後まで聴いてみてください。高橋ひかるのガールズロックスではみんなからメッセージを募集しています。メッセージはメールでもガールズロックス掲示板への書き込みでも OK です。メールも掲示板も全てこのアドレスから www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック。
ロックのスペルは LOCK、 カニのロックです。それでは私とはまた来月女子クラスでお会いしましょう。高橋ひかるでした。